ここからはですね、のりさんの秘密基地にあるちょっと爬虫類周りを見せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ上から順番に。これは西アフリカトカゲモドキ、いわゆる西アフレオパードゲッコウと言われるレオパ、はい、まあ、その辺ですね。まあ、全部で9匹くらいかな。この子は西アフリカトカゲモドキの。あ、いてててて、え、大丈夫ですか。大丈夫です。おお、わー、かわいい。え、西アフリカトカゲモドキ。そうですね、アフリカンファットテールゲッコウかなっていうんですか。あ、めっちゃかわいいじゃないですか。これもあれですか、柄っていうか色で名前が。まあ、いわゆるモルフと言われてる。僕全然爬虫類詳しくないんですけど、でもめちゃくちゃかわいいですね。かわいいです。みんなやっぱし入門種っていうか、まあ西アフの方がレオパよりあのデリケートというか神経質とか、はい、まあ、環境的にもちょっと若干難しいかなっていうところ言われてますけど、はい、爬虫類全体からすると全然、はい、あ、難しい部類ではない。あの中高生じゃなくて夜行性のやっぱ生き物っていわゆる紫外線ライトとか、はいはいはい、温度管理のライトとか、はい、ああいうのは必要がないんで、器具としても安価で初っ端始められるし、ここも同じ西アフのこれホワイトアウトアメルって。いや、僕もこういうの欲しいんですけど、嫁にこれ以上生き物増やすなって。ああ、だから C さんも爬虫類は勘弁してって言われてるみたいで。ああ結構あれですかね、あの懐くっていうか慣れる感じですか。いわゆる爬虫類とか両生類って人に懐かないっては言われてるみたいなんですけど、はいはい、慣れますよね。あのたまにハンドリングしてあげて、まあ、こう飼い主の、まあ、匂いなのか体温なのかわからないですけど、はいはいはい、本当にだからほったらかしでやってると怖がっちゃうっていうか、いざ触ろうとする。なるほどなるほど。普段からスキンシップというかたまにしてあげると、はいはい、あのまあ、そういう行動に慣れてくれるというか。魚は午後どうなんですけど、まあ、魚はそうです。爬虫類の場合はやっぱりこう温度、人間の体温とかにやっぱ敏感に反応しちゃうっていうのがあると思うんですよね。あ、これがレオパードゲッコウですね。これは西アフリカトカゲモドキ。これがレオパードゲッコウ、はい、これはギャラクシーっていうものなんです、ね、なんかすげえかっこいいですね。かっこいいですよ。この子イケメンなんですよ。しょっちゅう脱皮するんで本当にこう綺麗な状態でお見せするタイミングもあれなんですけど、ちょっと若干くすんでますけど。あ、そうなんですか。脱皮後だとほんと綺麗ですよ。え、これくすんでるんですか。全然わかんない。これちょっとくすんでますよ。めちゃくちゃかっこいい。え、これがレオパードゲッコウですね。はい、これがギャラクシーのモルフですね。この尻尾は3匹多いんですか。そうですね。その前の西アフの子たちはね、うん、運動しないんでなかなか動かないんで。あ、そうなんですか。レオパーは結構動いてくれるんだけど、あれもう太らせすぎですね。一番最初の子なんかとか。この子はすごい動くからちょっとケージをでかくしてるんですけど、あー確かに横幅、そうそうそう、これはあのレプボって言ってレプタイルボックスっていう、まあ、爬虫類外の人たちでよく使われてるアクリルケースなんですけど、これがワイドなんですよ。 1.5 倍か2倍ぐらいありますね。2倍か。そうですね、はい、環境も綺麗ですね。なんか違いますね。そう、ちょっとね、あの増加入れて、はいはいはい、水草じゃないけど、あの水槽のレイアウトもこだわりがありましたけど、ここもなんか同じように。そう、このね、やっぱし ですね、そうレイアウト中なんで、ね、これも西アフですね。西アフ、はい、すごいし、そうですね、しさっきの子に比べると随分あのシックなというか。そう、ココアみたいでしょ。そうですね、まあ、キャラメル。これってあれですか、見た目でオスメスってわかるんですか。あ、このここにですね、たまたまが、はい、まあ、目立ってきたりとか、あとここに なんて言ったかな、線があるんですよね、この股、ま、のところに。多少こう成長してくると明確に分かる、はい、ある程度大きくならないとちょっと分かりにくい。これはオスですね。ここのところはあの膨らんでるんですよ、はいはい、オスの場合は。あ、なんか女性に人気あるのは分かりますよね。まあそうですね、可愛いですね。でもあれですか、その管理で難しいところとかあるんですか。やっぱ温度と湿度、アクアやってる人がこのまま移っちゃったりとかするっていうのはあんまりこう変わんないというか、うん、エアコン管理してるとやっぱ28度30度いいって言われてて、はいはい、まあ、で湿度もある程度 60% とか前後あれば、あのやっぱ脱皮する規模なんで、はいはいはい、ある程度湿度がないと脱皮不全に起こしちゃったりとか。あ、そうなんですね。なんかイメージはね、なんとなく乾燥してると脱皮しにくそうだなっていう気はしますけど、ね、はい、まあ、あとはやっぱ住んでる地域によって。これがなんか大きいですか。これそうですね、これホワイトナイトって言って。あ、そうなんですか。少し高い。え、これも西アフレオパです。あ、これレオパなんですか、はい、僕全然見分けつかないです。レオパの方が丸顔ですかね。あ、あと短足です。
あ、そうなんですか。あのなんか愛らしい感じです。あの西アフロンで鼻がシュッとしますよね。レオパの方が手足がなちょっと長いという、はいはいはい。まあ、これも本当にあの真っ白な子もいればこうやってちょっと黄色みがかっちゃう。温度とか環境によるって言われてますけど、魚みたいですね、環境によるそうですね。なんかそう言われてますけどね。これがついこの間お迎えした最近来たばっかりですね、はい、あのまだチビちゃんだよ。じゃあ一番小さい、これがそうです、ハイナンって言って中国の、中国 かっこいいでしょ、ハイナントカゲモドキって。あ、なんか全然違いますね、シルエットが。ああ、シュッとしてますね。まあ、トカゲモドキのヤモリ月光のこうやって吸盤がついてないような、あの目が真っ赤になる子もいたりして、鮮やかなストライク。さっきのが可愛い系でかっこいい系ですね、こっちは。そうですね、これはちょっとあのレオパや西アフより湿度が高い、湿度が必要だって言われてます。え、霧吹きでシュッシュッってやったりするんですか。そうです。あとはこれはみんなシェルターがウェットシェルターって言って、はい、上にこう水を溜められるようになって、この中にこう水を溜めておくことによって、はいはい、まあ、この中が 80% ぐらいの湿度を保てるっていう、あのくぼみっていうか穴のところですね。まああれに入れなくても毎日こう霧吹き頻繁にしてれば、空間で湿度があれば大丈夫かと思いますけど、はいはい。この子は今あのハイナントカゲモドキって言って、はい、あの中国のやつで、これデカン悪魔月光って、これインドですかね。これはインドの子なんですか。ああ、確かインドだと思います。なんか同じようなストライプの、そうですね、入った感じの子ですね。なんかあの全体的にみんな慣れてます、まあ、この辺の子たちは、はい、たまにこう手で拾ってあげて、あ、様子見たりとかして、はいはいはい、よくあの脱皮不全を起こすような、あと、うん、指先にこうあの皮が残っちゃってて、はい、そのままにしちゃうと壊死しちゃったりするんで、なるほど、そういうのをこう様子見てあげたりとか、はいはいはい、よくあのお腹側なんかこうやって人間こうやって見てあげると分かんなかったりする、はいはいはい、結構あれですね、なんかイメージ的にその逃げようとしたりするのかなって。今から言うこのクレステッド結構はちょっとやばいですね。あ、そうなんですか。壁にやっぱつくやつらは、はい、動きが機敏なやつがいたりするんで。あ、なるほど、結構大きいですね。あ、今オスとメスと2匹、この中にちょっと入れてるんだけど、はい、オスの方はちょっと出すとやばいんであるんですけど、はい、これ女の子なんですか。そうです、ダルメシアン、あのフレームダルメシアンって種類なんですけど、黒いポツポツが出るんですけど、あ、この背中のところ、はい、モルフっていうのは柄のことを言うんですか。そうです、そうですね。あ、さっきの子よりは活発ですね。おお、びっくりした、飛んだびっくりした確かにやばそうですね。これはレオパード月光、ブラックナイトって言って、これは、はい、まあ、多分レオパの方じゃ一番最も高いのかなっていうもん。ただうちの子は本当にこれがフルブラックって言って真っ黒になるとすっごい高いんですけど、はいはい、うちの子はこんだけ黄色みが出ちゃってるんで、位としてはそうでもないんですけど。ブラックナイトって言うんですか。ブラックナイトっていうもの、これが真っ黒になってくると、はいはい、まあ、15万20万もっとする場合がありますけど。あ、そうなんですか。ただ大きくなってくるとだん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 こう白身黄色身出ちゃうとは言われてるんだけど、あ、まあ、その辺はなんかこの前あのイベント行ったけど、はい、このぐらいの大きさで真っ黒の子いたんで、ほう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 、まあ、やっぱそこまで維持できたりもするんだな。あ、それも環境で多少変化するんですか。もうなんか何ですかね、あの潜在能力というか、うん、あの、まあ、素質みたいな部分、そんなところがいいんだと思うんですよね。これが一番のフルカブ、フルカブ、フルカブ、はい、ってことは一番大きい、あの大きさは多分こいつらの大きいのかしら、まあ、同じぐらいでちょっと、はいはい、取ってるからだけど、5年目6年目ぐらい。え、この子はレオパード。これもレオパードですね。鼻先シュッとしてますね、すごい。そうね、尖ってるみたいで、まあ、いつも比較的うちのレオパードの中じゃ、はい、よく動いてくれる子です。今動いてますけどね、この上の、はい、こいつ一番大きいです多少やっぱあの、うん、こういう低いケージでもいいと言われてるんだけど、多少こう、はい、登る習性もあるみたいで、ベストは本当にこのぐらいの、まあ、30センチから45センチぐらいの高さがあって、はい、っていうのがいいらしいんですけど、ね、まあ、そうですね、こっちは低いんですよ。15センチくらいですか。そうですね、高さ15センチ。そういう高さなんですかね、登ったりするのにそのレイアウトも多少してあげなきゃいけないっていう。やっぱなんか、うん、こういってあの流木入れてあげたりとか、うん、コルク入れてあげて、はいはいはい、多少こう上下の運動をさせてあげた方がヘビですね。あ、ボールパイソンでしたっけ。あ、これはちょミルクスネークっていう。ミルクスネーク、まあ、え、噛んだりしないですか。あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫ですか。あの黒中下、
え、頭がどっか全然わかんない。こっちが頭ですか。すごいピヨピヨしてる。なんか多分サンゴヘビとか、はい、毒ヘビにも模写してるんですよね。全然毒はないんですけど、攻撃的でもないですし、意外とじゃあ温和な性格なんですね。そうですね、まあ、有名なところではコーンスネークとかナミヘビなんですかね、いわゆる。ただちょっとこの子のが顔が鼻が潰れてて可愛いですよ。あ、確かにちょっと先端が丸っぽい感じしますね、頭の先端。おお、ちょっと見て見て、こっち来る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 。ちなみにこの子って餌はピンクマウスとかですか。そうですね。ちなみに他のその西アフレオとかレオパンは、まあ、あの虫昆虫食、うちの場合はあのレートコオロギ。レオパにしても人工餌は一応あるんですけど、はいはいはい、まあ、それは生き餌あげてたりとか、はい、冷凍あげてる人もいるし。で水も一応置いて、そうです、あのこのクレステッド血行とかは、はい、水飲み場から飲んでくれないというか、あ、そうなんですか。霧吹きで周りを濡らしてあげて、そこをこう舐めるっていう、はい、自然界だとこう葉っぱについてる水滴とかを舐めてるんだから。レオパーにシャープとかは水入れから飲んでくれるんですよ。ヘビもそうですし、ヘビなんかはもう丸々水の中に入っちゃったりもする。あ、なるほど。この辺の手入れって何をするんですか。定期的に低消は全特化します。ヘビなんかどうですか、ダニとかが怖いんで。あ、そうなんですか。糞をしたら糞をしたところだけこう取ってあげて、はいはいはい、まあ、ちょっと消毒して減った分だけ足したりとかもしますし、ソエルとかは魚の考えとかで一緒で、バクテリアとかがあるから多少分解してくれたりするんで、はいはいはい、あこの上の、あと大体ね、糞とか尿酸の塊とか、はい、あの決まったところでしてくれるんですよ。あ、そうなんですか。場所、猫とかと一緒で、あっちゃこっちゃでしないんで、結構だからすぐ見つけて拾い上げられるっていう感じ。これちなみにソイルはもう爬虫類専用のソイルみたいな。あ、一応そのような形で売ってるやつを自分は使ってます。あの多分栄養系ではなければ魚ので全然 OK だと思います。はい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 。あとはヤシガラや何やらっていろいろ、あ、結局湿度を保たなくちゃいけないやつはやっぱソイルとかヤシガラの方がいいですし。はいはいはい、ありがとうございます。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ということで、今日はですね、東京世田谷区にありますのりさんのですね、秘密基地ですよね、はい、世田谷ベースみたいな。そうですね、第三者には秘密にしてないけど家族に秘密にしてる、はい、ちょっとその辺がちょっとよくわかんないですけど家族になぜか秘密っていう、まあ、あのその辺ね、あの各方がっていろいろ事情がありますので。そうですね、あまり触れないと思います。そうですね、はい、あの本当にどの水槽もめちゃくちゃ綺麗で、あの、ね、ベアタンクからレイアウト水槽で、まあ、西アフ、はい、さっきアフシクって言ったんじゃねえか疑惑がありますけど、ええ、あの爬虫類も非常に、あの僕をこうやって近くで見るのあんまり機会がないんで。あんまりそうですね、リクさんお伺いしてるとこ爬虫類ないんです、ね、あんまり飼われてる、はい、だからすごいもう改めて欲しくなっちゃったんですけどね。いや本当可愛いですね。ベタベタな入門種なんで、本当に僕がやってる。あとはもうアクアから一緒に環境をそんなに変えないで、はいはい、水を使ってないっていう感覚でなんかすぐ移ることができるみたいな、はい、餌もコオロギ、なんか余っちゃったら洗わないであげちゃうし、うん、ああなるほど、共用できるというかお互いに木できるんですね。そうですね。ああ、で冷凍餌使ってるんで、まあ、うちも大型魚には古代魚には冷凍餌使ってる、はい、あ、まあだからね、アクアやってる方だったらこういうね爬虫類も今後あの興味あったら一緒にできるという。あとはね、自分が好きだか家族の反対がないか、うん、そうですね、その辺ですよね。そうですね、我が家ではあの家族の反対のためこれ以上生き物増やすなって言われてますね。もう小屋立てるしかないですね。でちなみにのりさんのこのね小屋の方が、何でしたっけ、ユニットハウスですね。ユニットハウス、6畳、約6畳台の、はいはい、割とあの大型水槽を1つ仕立てるのと同じぐらいの金額で購入できたっていう。そうですね、あとはもう土台ですよね、基礎の部分でやっぱあのコンクリをきちっと、まあ、うちなんかはガレージの、はい、コンクリのガレージの上に乗っけたんで、はいはい、エチコを引いただけで、まあ、確かに土台ベース基礎は大事ですもんね。そうですね、はい、まあ、ということであの今回6畳のね、そういうハウスなんですけど、非常にあの男のロマンの詰まった基地だったんじゃないかなと思います。好き勝手やってます。羨ましい限りです。はい、ということで、今回はですね、東京都のりさんのお宅に伺わせていただきました。今回のね動画もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。あとのりさんのですね、インスタとツイッターのリンクをですね、説明欄の方に貼らせていただきますので、よかったらそちらの方ですね、チェックしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。